私の大好きな言葉があるんですよ。あの高級霊様が、ね、言うんですよ。書いてあるんですよ。人間は長生きして仕事の達成を求めるべきというです、ね、言葉があるんですよ。これが私大好きでね、私の命を救った言葉です。人間は長生きして仕事の達成を求めるべきっていう素晴らしい言葉ですよね。人間は長生きして仕事の達成を求めるべき。人間は長生きして仕事の達成を求めるべき。だから人間は長生きして、ね、すべきってことですよ。で人間は仕事をすべき、仕事するといいよってことですね。素晴らしい言葉ですよね、はい、ニートの皆さん仕事しましょう、自信持てますよって感じですよ、はい。でですね、あの私もですね、あのあれです、メモリアルサービスみたいなのをですね、ちょっとやってみようかなと思ったことは、メモリアルサービスっていうのはですね、メモリアル専門ホームページサービスみたいなのをですね、始めようかなと思ったんですね、はい。あのメモリアル専用のホームページ作成サービスみたいなのをですね、私始めようと思ったんですよ。ですからですね、もしあなたもですね、何か病気で私死ぬかもしれない、でもこの世に何か残したいと思う方はですね、ブログとか始めるといいと思いますよ。ブログとか始めるといいと思いますよ、はい。そうすればですね、ブログが世の中に残りますってことです。まあ、ただですね、ブログはですね、更新しないと削除されてしまうんで、あの電子書籍としてですね、Kindle で公開したりとかですね、そうすればですね、世の中に残りますよ。あなたの存在はですね、世の中に残すといいと思いますよ。あれですよ、あなたの価値ってですね、あなたが思っている以上にあると思いますよ、私は。あなたが書いた 本とかですね、読みたいと思う人いますよ。あ、私読みたいですよ、あなたの本。私本大好きですからね。あの一般市民 A さんとかですよ。あの村人 A さんでもいいですよ。村人 D さんとかでもいいですよ。村人 F さんでもいいですよ。村人 G さんでもいいですよ。村人 Q さんでもいいですよ。もう何でもいいですよ。ぜひですね、本をですね、書いたりブログ書いたりするといいと思いますよ。あなたの基本を自分自身はですね、私読みたいですよ。あなたの一般的なですね、一般人のですね、自伝とかもですね、読みたいですよ。あなたの人生って全然お役に立つと思いますよ。お話しすればですね、大いに意味あると思いますよ。ですからですね、ぜひ文章を書くってことをするといいかなと思いますよ、はい。私もですね、私は死の先を生きるものよって感じですよ。私は死の先を生きるものよって感じですよ。私の死後もですね、世界に私を残すためにですよ。ゾーマのですね、世界に闇は訪れる。しかしその時に、もうお前はいないみたいなことをですね、ダウンクエスト3で言われたわけですけど、だったら私はこの世界に文章を残す、私の教えを残すとかですね、それで私は文章とかホームページを作ってですね、あと再配布 OK でですね、まあ私は本を世界に、インターネットの世界に残そうということですね、残してるわけです。まあ、私が死んだ後にはですね、まあ、本の出版とかも自由にしていいですよ。まあ、大体翻訳とか今もいいんですよ、私。別に私の文章はですね、まあ、エタリ670、跳躍エタリ670の言葉とかですね、まあ、エタリ670の言葉集とかですね、あと、まあ、エタリ670名言集とかですね、あと、まあ、何ですかね、エタリ670名文集とかですね、あと、まあ、エタリ670ツイッター選集とかですね、まあ、あと、エタリア670ムービーとかですよ。エタリア670ムービーとか、エタリア670アニメとかですね。あと、エタリア670テレビアニメとかですね。あと、エタリア670が30分でわかるみたいな NHK の教育番組とかですね。あと、海外でもですね、全然テレビでメディアで放送していただいて構いません、全然。全然構わないですよ。翻訳して本出版していただいて構いませんよ、海外で。特に翻訳はですね、私歓迎します。私ですね、翻訳力ないんでね、特に全然ですね、英語でもいいですし、ドイツ語でもいいですし、ロシア語でも、フランス語でも、ポルトガル語でも、アフリカ語でも、ブラジルでも、ヒンディー語でも、なんでもいいですよ。中東でもですね、アラブ語でも、エジプトでも、なんでもいいですよ。安全運転で行きたいなと思います。あ、ここなかなかかっこいい道ですね。安全運転で行きたいなと思います。私喋りすぎですね、運転しながら。私かなり喋るのに夢中になってますから、安全運転で行きたいなと思います。まあ、運転しやすいですね、この道は。ずっと道なりまっすぐなんでね、はい。ただちょっとですね、調子に乗ると危ないんで安全運転で行きたいなと思います、はい。安全運転で行きたいなと思います。
斜め右方向、あと31分ですね、到着まで。ちょっとスピード遅いですかね、前の後ろの車さんが、あ、このマーチさんちょっとのんびりだなって、のんびり屋さんだな、なんかのびのびだなって感じ、のびたみたいだなって思われちゃうんでね、そんな感じに思われてしまうんで、ちょっとだけスピード上げます。ちょっとまたライトつけなきゃ。あれですよ、のび太をバカにしちゃダメですよ、のび太を。のび太はですね、二次創作ではですね、天才科学者だったりしますから、まあ、二次創作の場合ですけど。あとですね、アベコベ星ではですね、のび太は天才ですからね。まあ、アベコベ星の話ですけど。でですね、本物ののび太もですね、静香ちゃんと結婚するぐらいですね、まあ可能性を秘めてるわけですから、のび太さんをバカにしちゃいけないってことです。ちょっと安全運転で行こうかな。まあ後ろの車ゆっくりだし、あと9キロです。斜め左方向、じゃあこっちに行きましょう。いや、なんかまるで高速みたいでしたね。高速じゃないですよね。引っ越しの境、私引っ越しの境で働こうかなと思ったことあるんですけど、やめました。なぜかっていうとですね、引っ越しの境はですね、害虫駆除のサービスがあるみたいになっちゃう。私虫を殺せないってことでやめました。働くのやめました。実はですね、私引っ越しの境で働こうかなって2回思ってですね、面接会場まで行ったことあるんですけど、その面接会場に行く間でですね、電車の中で引っ越しの境のホームページみたいな、ね、害虫駆除ってサービスがあって、あ、私虫を殺せないと思ってですね、2回とも面接会場に行ってね、すいません、やはり辞退しますって2回言いまして、2回言いに行ったことあります。まあ引っ越しの境の私はアンチじゃないんですけど、ね、私はアンチじゃないんですけどね、害虫駆除がどうしてもダメでね、私虫を殺せないってことでやめちゃいました。私虫も愛してるんでね、害虫駆除できないってことです。虫も愛してるんですよ、虫も生命ですからね、生きてますから、害虫駆除なんてできないって感じですね。できませんね、かわいそうですね。まあ、ちなみにアイサンマークの引っ越しはですね、害虫駆除やってないんですよ。ですから私、いい会社だなと思いますよ。まあ私引っ越し会社で働いたことあるんですけどね、私引っ越し会社でですね、6ヶ月働いたことあります。まあ、6ヶ月ぐらいですけど、正社員でね、働いたことあります。で、月収32万円でした。でですね、まあ、その支社がですね、江戸川区にあったんですけど、小岩からですね、もう帰り道歩いてですね、その支社からですね、帰り道歩いて帰らなきゃいけないんですよ。駅まで25分かかって歩いて帰ったんですよ。駅までですよ、最寄り、その支社の最寄り駅までですよ。で、25分かけて駅に着いて、総武線に乗って秋葉原で乗り換えて西日暮里で降りて、また西日暮里から25分家まで歩くみたいなですね、そんなことしてました。だって安全運転できたな、そんな感じですね。もう通勤で歩くのに、まあ、50分歩いてたところですよ。とんでもないですよ、私6ヶ月間私50分間歩いてたところですよ、通勤で。今振り返ればですよ、
私そんなことしてたんですね、振り返れば。今思えばそんなことしては、思えばそんなことしてたわけです。まあ25分、25分で分割されてたんですね。私大変な、50分って考えてませんでしたけど、よくよく考えたら月収32万円のために50分間歩いてたってことですね。はい。通勤だけでね。そんなことしてたんですね。私、頑張ってましたね、その頃私。お疲れ様はその時の私って感じですね。はい。びっくりしました。今ちょっと初めて気づきました。通勤だけで50分歩いてたんですね。うん。お、自転車マークのなんかフェンスがある。なんで自転車なんだろう。あ、なんとかサイクルってのが1階にありますね。だからですかね。なんでサービス精神旺盛なマンションですかね。あ、対象権がある。私ですね、北奈良市にある対象権好きですよ。あのですね、北奈良市の対象権はですね、サービスのですね、盛りそばがあってですね、650円ぐらいで安いんですよ、つけ麺が。それが私好きで美味しかったですよ。まあ、池袋の大将券も好きでね、私池袋の大将券ではですね、大将券の大将にですね、見たことあります。あ、池袋の大将券でですね、私池袋の大将券のですね、大将がですね、引退してからですね、池袋の大将券のですね、サンシャインの近くのですね、大将券があるんですけど、そこのですね、お店の前にですね、なんか親方がですね、私たちが食べてたら座ったんですよ。ああ、あれもしかしてあれ大将券の大将じゃないかなと思ってですね、まあ、それを大将が見てる前でですね、私はつけ麺を食べたってことです。家族でですね、私の両親とつけ麺食べましたよ。あ、美味しい美味しいって感じで、全然大将もですね、満足そうに見てました。まあ、そんな感じでですね、私実は有名人とですね、会ってることありますよ。あとですね、私ラーメン博物館ですね、佐野さんっていうですね、ラーメンの鬼って言われてた方のですね、がですね、麺を打ってるところを見たことありますよ。ラーメンのですね、鬼って言われてたですね、佐野さんっていうですね、醤油ラーメンのですね、佐野さんっていう方のですね、がですね、ラーメンの麺を打ってるところをですね、私見たことありますよ。佐野さんって、亡くなってしまったんですけどね、残念ながら。はい。美味しいラーメンでした。質がいい、クオリティの高い醤油ラーメンでね、美味しかったですよ。クオリティの高い、質の高いラーメンでしたね。はい、好きでしたよ、あのラーメン。はい、ラーメンの品質がいいって感じのラーメンでした。あ、醤油ラーメンの品質がいいって感じでしたね。ちょっと品がいいラーメンでしたね。杉並区みたいです、杉並区。小金井市ってめちゃくちゃ遠いんですね。ちょっと予想外ですって感じです。予想外です。予想外でですね。あ、ソフトバンクの CM でですね、肌の黒い外国の方がですね、予想外ですって言うんですよ。はい。その方みたいに言いますよ。予想外です。まあ、ちなみにですね、ライブドア元社長のですね、堀江門はですね、堀江門って、まあ、堀江貴文さんって方がですね、あれですよ、想定内って言ってました。想定内って。想定内って言ってました。よく想定内って言ってらっしゃいました。想定内って言ってました。想定の範囲内ですって言ってました。そんなこと言ってらっしゃいました。想定の範囲内です。まあ人間ですね、想定の範囲外のことが起きてしまうわけですね。まあ、堀江貴文さんもですね、想定の範囲外のことが起きてしまったと思いますよ。まあ、想定してたのかもしれませんけど、まあ、案の定、まあ、案の定って感じですよね。まあ、それはですね、堀江貴文さんのですね、歴史を、ウィキペディアとかでお調べくださいって感じですね。あ、日産プリンス東京ってのがありますね。まあ、私、やっぱりですね、日産って多分ですね、相性いいですね。日産の車のデザインって好きですね。かっこよくないですか、日産のデザインって。車のデザイン。濃いと思いません、日産のデザイン。カルロス・ゴーンさんが社長ですけど、かっこいいですよね、日産の車って。まあ、日産もですね、日本の車でありながらですね、カルロス・ゴーンさんってですね、海外の方に経営者任せてしまったってわけですね。で、日本人の人がですね、まあ、愛着がですね、薄れたのかもしれませんけど、私はですね、好きですよ。日産が好きですね。
私もともとですね、一番最初に好きになった車はですね、フェアリディ Z32 っていうですね、フェアリディ Z32 最終型、まあ正式名称はフェアリディ Z300ZX で最終型っていう車です。私惚れ込んだんですよ。なんだこのフェアリディ Z ってかっこいい車だなと思ったんですよ。スポーツカーでね、貴婦人っていうからですね、貴婦人ってあえて、フェアリディってまあ貴婦人って意味なんですけど、貴婦人 Z ってことですね。2x2 って言われてですね、後部座席があって4人乗りなんですよ。ただ後部座席が狭いっていうことですね、まあ、そういう車だったんです。でまあ本体価格430万円ぐらいのですね、まあ、車だったんですけど、それああかっこいいなと思ったのが、それも日産でしたね。ということで私日産と相性がいいってことですね。相性がいいみたいですね、日産と、まあ、これは愛する愛車マーチってことですね。愛する愛車マーチでもですね、愛する日産マーチですがですね、海外では高級車らしいですよ。海外ではテレビでやってましたよ。あ、マーチ知ってるよ、人気車だよ、だけどね、高級車だよって、海外ではね、なかなか手つけられないよっていや、おっしゃってましたね。海外の方がですね、テレビでおっしゃってました。マーチは海外では高級車だよっておっしゃってましたね。まあそういうわけでね、マーチ人気ってことですね。まあいい車ですよ。でもですね、運転してて楽しいですよ、マーチの運転は。好きですね、このマーチ。この何ですかね、ハンドリングもいいですし、小回りが効いてですね、ほんと最高ですね。加速もいいですしね。で、燃費もいいとして、もう最高ですよ。運転しやすい、加速もいい。で、コインパーキングも入るですよ。あれですよ、手越さんとかですね、ジャニーズの手越さんとかですね、なんか、ムルシエアロコみたいですね、1000万とかですね、2000万ぐらいの車をですね、まあ、乗り回してるみたいなんですけど、コインパーキングとかですね、入れないと思いますよ。かなりでかい車なんでね、コインパーキングとか乗れない、入れないと思いますよ。ムルシエアロコとかですね。あれはですね、ムルシエアロコかな、ガヤルトかな、なんだろうな、あの車。なんて車だったっけ、ムルシエアロコの後期型ですね。次の車ですね。なんていうでしたっけ、なんかわかんないですけど、まあ、そんな、まあ、ランボルギーニの車を持ってみたいですよ、テゴスタ。ジャニーズのテゴスタがですね、一時期、あるアイドルと付き合ってんじゃないかってですね、噂になったテゴスタですよ。金髪のテゴスタですね。ただですね、車がですね、でかすぎてですね、コインパーキングになかなか入れないとかですね、多分車運転して困ってらっしゃると思うので、まああれですよ、車運転してますね、あの車かっこいいって感じで見たら、あ、テゴシ君だーって感じで女の子は絶対思うわけですよ。で、テゴシ君は、どうだ、俺がテゴシだーみたいな感じですね。そんな感じで、俺がテゴシだ、どうだ、この2000万の車はって感じですね。それで運転してて、それでもう、女性がキャーキャー言うんじゃないかなと思って。まあ、ある女性の話はですね、それはテコシさんの厳密ネタだみたいなことですね、おっしゃってましたけど、まあ、かっこいいなと思ってらっしゃる方もいらっしゃると思いますし、まあ、厳密ネタだと思ってらっしゃる方もいますし、まあ、ただ2000万円あるんだったらですね、私他のことに使い回してください。あいつ探せばですよ、家でさえですね、500万円台で買える時代なんですよ。今の時代ですね、500万円台で家買える時代なんですよ。ですから、2000万円あったら家買っちゃうよって感じですね。家買っちゃうよって。1900万円家に使って、100万円で車買っちゃうよみたいなですね。まあ、あとはですね、1800万円家に使って、100万円で家、車買って、あと100万円は、慈善団体に寄付してですね、貧しい人を救うみたいな感じですよ。まあ、それもいいと思いますよ。まあ、そんな感じですね。お金があったらいいことしたいなと思いますよ。いいことっていうのは、慈善団体に寄付したいですね。はい、私喜びなんですが、まあ、救われてるか救われてないかは知りませんけど、ワールドビジョンとかですね、ワールドビジョンで 水不足のための、水と食料のための寄付とかですね、あと国境なき医師団でですね、食料とかですね、あとワクチンとかですね、そのためのお金をですね、寄付したりとか、私そういうの好きなんですね。まあ救われてるかどうか知りませんよ、そのお金ですね。ただ救われてるんじゃないかなっていうですね、かすかな希望でですね、寄付したりします。もう喉ガラガラですよ、私喋りすぎですね。もうちょっと力説しすぎましたね、喉ガラガラですよ。まあ大体がですね、2日おきにですね、私車運転してですね、1日おきに車運転してね、こうやってカードライブセミナーしてるわけで、ね、もう喉がガラガラって感じですよ。喉ガラガラって感じですよ。これでちょっとコーヒー飲まなきゃって感じですね。ブレンディースティックです。
で、ブレンディスティックがまだですね、残ってるんですよ。ブレンディスティックはですね、長持ちしますよ。あの24個入りとかなんでね、長持ちしますよ。毎日1個飲んでもですね、24日持つってことでね。せいで450円とかなんでね、ブレンディスティック安いですよ。ね、私、ブレンディスティックをですね、ホームズで買いまして、で、この間ですね、あれですね、イトーヨーカドー行ったんで、イトーヨーカドーはですね、あのネスカフェが売ってたんで、イトーヨーカドーで買ったネスカフェはですね、このブレンディスティックをですね、飲み終わったら飲みたいなと思います。それでですね、次またホームズ行った時にですね、ブレンディスティックを買ってですね、それでまた、イトーヨーカドー行った時にまたネスカフェ行ってですね、そんな感じですね、まあ、ローテーションしたいなと思ってますね。まあ、私、ネスカフェ、あれですよ、ブレンディスティックは好きですよ。で、ネスカフェはまだ飲んだことないんでね、楽しみですね。ネスカフェの極上の味というのをですね、まあ楽しみたいなと思ってます。まああれですよ、ある方からですね、まああれですよ、エタリア670さんよりですね、一般人を報われさせたいみたいなことをですね、企業の方が言ってたみたいですけどね、私も一般人ですからね、別に全然。私も全然一般人ですからね。なんていうかですね、私が一生懸命目立ってるからですね、私をですね、報われさせないで、目立ってない人を報われさせねみたいな感じで思ってるかもしれませんけど、目立ってないとかですね、目立つ気がないってことですよ。私は目立つ努力をしてるわけですよ。大事なことはですね、こうやって影響を与えて世界を救うためにですね、わざと目立つ勇気を持ってるわけですよ。あれですよ、嫌われる勇気っていう本がありましたけど、私は目立つ勇気っていうのを持ってるんですよ。あれは世界のために戦う勇気とかですね、世界に貢献する勇気とか持ってるわけですよ。まあ昔はですね、私高校時代はですね、性犯罪する勇気っていうのを持ってですね、私最低なことしまったんですけど、まあ、高校時代ですね、私今34歳なんで、もう十何年前なんですけど、まあ、高校生時代というかですね、まあ、格好悪く言えばですね、まあ、保護義務時代なんですよ。親の保護義務時代ですね、まあ、学生時代だったわけですけど、でも最低なことは最低したんでね、私ですね、この最低なことをしたことをですね、まあ、40代になっても50代になっても60代になってもですね、ずっと言い続けたいなと思っております。はい。喉乾いちゃいました。乾いちゃいました。山形やってなりますね。あと14分ですね。あ、ほぼ予定時間内、想定内時間内ですね。ああ、いっぱいもうコーヒー飲みすぎました。ガブガブです。ガブガブです。喉がガブガブです。ああ、お腹空いてきたな。まあでもあれですよね、小金井公園に食べるとこありますよね。江戸東京建物園に食べ物屋さんありますよね。多分レストランありますよね。ということで、そこで食べたいなと思っております。江戸東京建物園、私初めてです。でもですね、まあ、恋人とデートする時のためにちょっと下見したいなと思っております。まああれですよ、恋人と一緒にですね、童貞してるのもいいですよ。江戸東京建物園に行く童貞をですね、まあ恋人と一緒にですね、捨てるのもいいですけど、恋人のために童貞を捨てておいてですね、一人で童貞を捨てておいてですね、頼りがいのある童貞捨てた男になるのもいいと思いますね。M って、まあ、M な人間もですね、まあいいですけどね。まあそんな感じで、私の恋人も M な女性ですけどね、まあ愛してます。左方向行きたかったんですけどね、ちょっと結構後ろの車がスピード出してですね、なかなか曲がれませんでした。ブルボンって書いてありますね。ブルボンさんは結構スピード出してますねって感じです。あ、西東京市だって、いつの間にか。ブルボンってお菓子じゃなかったでしたっけ。ブルボン、あ、五日市街道だって。私ここ来るの初めてかもしれませんね。仕事でも来たことありませんかもしれません。私立川にはですね、車の後部座席で乗ってですね、仕事しに行ったことあるんですけど、
越しの坂井、引っ越しの坂井、勉強します引っ越しの坂井って CM があったんですよ昔。勉強します引っ越しの坂井、本当に勉強してくれるんですかね。それとその勉強します引っ越しの坂井って CM の勉強しますってのはいつまで効力あるんですかね。もうあれから何年も経ってますけど、勉強してくれるんですかね。勉強っていうのはですね、あの業界用語でですね、お訳す、あの握れますよって意味らしいですよ。おお、ここが西東京市か。なんか、なんていうか、ちょっと憧れですね。憧れっていうか、ちょっとあの街並みが綺麗っていうですね、イメージがありますね。あの東京の西の、あの何々区じゃない市の東京、東京市の東京っていうか東京都市っていうですね、東京都の市、何々市ってところですね、ちょっと来るの、車で来るのがですね、私ちょっと憧れでしたね。なんていうかですね、景色良さそうじゃないですか、なんとかして西東京市って。だからちょっと憧れです。まあ実際景色いいですね。あ、柏屋って看板見たことあるな、前来たことあるな、ここ。車で来たことあるかもしれませんね。私あの柏屋っていう看板覚えてますね。まあそれでも柏屋って結構ありがちなお店の名前ですかね。だから見たことある気もしますね。来たことあるかな。なんか来たことあるみたいですね。何かで、ね、あれここでちょっと働いたことあるかな。ビラ配りしたことあるかな。あ、私ビラ配りの仕事したことあったんですよ。ビラ配りの仕事って大変ですよ。あの1万1円なんですよ、あのお金が、給料が1万1円なんですよ。知ってます？1万1円。わかります？1万1円って。だから、あの、500枚配っても500円なんですよ。で、1000枚配って1000円ですよ。どんだけって感じですよ。まあ、せいでですね、あの、3枚いっぺんに配ったりとかするんですよ。だから3円なんですよ。だから1000枚配って、1000枚セット配って3000円みたいな感じなんですよ。いや、わかります？いや、わかります？あの一戸建てとかマンションとかに1000枚売る、配布するってどれだけ時間がかかると思います？3時間で3000円稼げると思います？3時間で3000枚配れると思います？何ドンテーって。しゃぶしゃぶか、高いかな。ちょっと高そうですね。ちょっとあの、ああ食べ放題メニュー500円ランチ、入りたかったな。なんだよ、500円ランチだって食べたかったな。ちょっと予想外だったな。ちょっと高そうだなと思って、しゃぶしゃぶ高いかなと思ったら500円ワンコインでしたよ。ドンテーって入ればよかったですね。ちょっとびっくりしました。小人とちょっと、あ、ドンテー知ってる、ワンコインらしいよ、入るみたいな感じ、次は言いたいですね。ちょっと予想外でした。安かったです。まあ、どっちにしてもですね、ビラ配りはですね、まあ3000枚はですね、3時間で配れるかって言ったら配れませんよね。3000枚ですよ。あのマンションの高層マンションとかですね、団地がですね、いくつもあるとあるわけじゃないじゃないですか。ないところもあるわけですよ。そこで3000枚とか配るの時間かかりますよね。だからお金になりませんでした。でもですね、父がですね、せっかく働き始めたんだから、しばらく続けなさいって言ってですね、だから少し1ヶ月とかね、2ヶ月ぐらい続けました。本当全然お金にならなかったですね、ビラ配り。あ、でも安心してくださいよ。ビラ配りって迷惑だと思われる方もいらっしゃいますけど、あの迷惑だってですね、あの言われたところはですね、ちゃんとですね、投函禁止ってことですね、あの会社がですね、あのちゃんとですね、その投函禁止の家とかですね、投函禁止のマンションっていうのはですね、ちゃんとデータとして残っててですね、あ、ここの家には配らないでとかですね、ここのマンションに配らないようにしてくださいねって事前に言われるんでね、あの配慮してますよ、今ポスティングもですね。まあそんな感じですね。まあ、ポスティングはですね、安いところでですね、申し込みたい方はですね、まあ、埼玉県とかではですね、まあ2円とかでやって、まあ2円とかでやってるところもあるみたいですよ。ちょっと耳寄り情報ですね、私もですね、リアル集客っていうのをしてみようかなと思った時期があったんでね、まあポスティングっていうのはちょっと調べたことあります。まあリアル集客でね、成功された方もいますよ。特にですね、あの地域限定サービスとかですよ。例えば美容院とかですね、ネイルのお店とかですね、あ、そういうところはですね、ポスティングとか効果的だと思うので、あと町の
あのフリーペーパーの広告とかですね、あとクーポンランドとかですね、まあ、クーポンランドに私ね、あのクーポンランドのクーポンに誘われてですね、私大塚駅の美容院まで行ってしまったとか、私ですね、あの東大久三丁目というですね、あの都電の駅からですね、あの都電に乗ってですね、あの大塚駅まで行ってですね、美容院に通ったことがありましたよ。そのクーポンランドのクーポンに釣られてですよ、はい、あの4000円のカットがですね、あの2200円ぐらいでカットできるっていうんですね、おこれは安いってことですね、私行ったことありますよ、まあ、いいことありますよ。まあ、今ですね、私この髪型はですね、1280円ぐらいです。シャンプーカッターで1280円の床屋さんで切ってます。なかなかいい髪型ですよね、これ。でですね、先日も切ってもらったんですよ、イケメンの男性にですね。なかなかうまかったです、やる気あってですね、新人さんでしたけど。あ、この新人さんいいかもなと思いましたよ。ぜひこの調子で頑張ってほしいなと思いますね。よかったですね。まあ、買っただけで800円なんですよ、そのお店。いいお店ですよ。私そのお店好きでね、これからも通いたいなと思いますっていうか、もう車の中はサウナみたいに暑いんですけど、そう暑いですね、何度になるんですかね、あと 2.7 キロです、あともう少しです。さて次回は恋人とドンテイってところに入ってみましょうかね。さてドンテイの童貞をですね、私恋人と一緒に捨てたいなと思います。あ、ガストありますね。あ、優しさが走るこの街この道路って感じ。まああれですよ、童貞とか言っていいのかって感じですけどね、まあ、童貞っていうのは、ね、文学作品によく出てくるみたいなんで、まあ、このセミナー動画でもね、お話していいなと思いますよ。青木がありますね、青木。私青木好きですね。私メンズプラザ青木でですね、私スーツ買いましたよ。2着セットで3万円ぐらいのを買いましたよ。店員さんに勧められるがままですね、3万円ぐらいでスーツ買えませんか、2着セットで3万円ぐらいで買えませんかって言ったら、あ、こちらがいいですねって勧められたやつにですね買いましたよ。店員さんに勧められたので、試着しますかみたいなことに言われてですね、あ、試着しますって言ってですね、試着しましてですね、あ、これいいかもって、あ、これいいかもってことですね、なかなかですね、いいスーツでした。試着しますか、素揚げしますかみたいな感じですよ。おー、なんか綺麗だな、この遊歩道。遊歩道綺麗です。石がありますよ、石。石って英語でストーンって言うんですよ。だからパワーストーンとか言うんですけど。石って素晴らしいですよね。あの石って力ありそうだな。パワーストーンの種類じゃないですけど、素晴らしい石ですね。すごい大きいですよ。1メートル、縦の長さ1メートルぐらいですね。1メートルないかな？70センチぐらいかな？十分でかいですよね。1メートルあるかな？ 1 メートルぐらい。素晴らしい石ですね。その後ろに大きな大木があるんですけど、清流の復活って書かれません。清流の復活、千川上水って書いてありますね。あの石いいなぁ、素晴らしいなぁ。うん、あ、ちょっと暑いんでね、ちょっと窓開けたいと思います。東京市です。私が車買ったところの風景に似てるな、ちょっと。まあ、神奈川県の鯛野市ってとこだったんですけどね、多分鯛野市だか新野市っていうのか分かんないですけど、旗野市っていうのかな。でですね、駅にですね、エネルギーが売ってたんです。エネルギーっていうですね、オレンジ色のですね、スポーツドリンクが売ってたんです。あ、エネルギー珍しいなと思ってですね、びっくりしましたよ。ついつい買っちゃいましたエネルギーを。まあ、エネルギーの会社はですね、私のアンチらしいんですけど、まあ、でも私エネルギー買っちゃいました。まあ、そんな感じでですね、私もですね、なかなかですね、私のアンチ情報っていうのはですね、自然と仕入れてしまうんですね。まあ、親切に教えてくれるらしいんですよ、なんか何かしらでね、
あのエネルギーの会社は私のアンチらしいっていうのを聞いたことあるんですけど、まああの買っちゃいましたって感じ、エネルギー買っちゃいました。小島って店がありますよ、ビッグカメラサミット、あロイヤルホストあるよ。そうそう、ファミレスに寄ったりしましょうか。建物園ってレストランあるんですかね。ちょっとファミレス寄った方がいいですかね。どうしようかな、まあ、反対車線なんで寄りませんけど、寄りませんけど、わあ混んでんなロイヤルホスト。あーでもロイヤルホストって東京都で珍しくなりましたね。帰りたいですねロイヤルホスト、まあ、ちょっと高いかもしれませんロイヤルホスト。何プレイボーイ、あプレイランドって書いてありますね。マックの下に旗でね、プレイランドって書いてありますね。プレイボーイって書いてあるのかと思います。あマクドナルドプレイボーイいるのみたいな感じでしたね。まああれですよ、プレイボーイの店員さんがいるマクドナルドとかいると思いますよ。まあ、マクドナルドもですね、重労働で一時期有名になりましたよね。店長さんがですね、マクドナルドは重労働すぎるってですね、マクドナルドを訴えたっていうですね、あの話もありましたよね。あ、私マクドナルドもですね、面接受けたことがあります。ずいぶん前です。まあ残念ながらあの縁がなかったって感じでしたけど、でしたけど。でも私マクドナルド好きなんでね、私全然。全然恨みも何もないですよ。しょっちゅう行きます。特にですね、私、朝マック好きですね。朝マック大好きですよ。ソーセージグリドルとかですね。あと、マフィンとかですね。あと、マックチキングリドルみたいなのですね。美味しいですね。あと、あれですよ。なんだっけ、ハッシュドポテト。ハッシュドポテト美味しいですよね。でもですね、マクドナルドもお店によって全然違いますよね。あの私の最寄り駅のですね、町屋店はですね、私のアンチじゃないんですよ。素晴らしいお店なんですよ。すごいお店、素晴らしいお店なんですよ、町屋店。すごく親切でね、あの素晴らしいお店ですよ、町屋駅のですね、マクドナルドは。本当に。それで比べるわけじゃないですけどね、豊洲もですね、マクドナルドはですね、あのアンチの店員がいてですね、私のアンチの店員がいてですね、あの肌の黒い店員さんがですね、はーい、なんとかってですね、私の悪口言ってですね、それをですね、私2回言われたことなんですよ、その豊洲のお店に入って、マクドナルドに、そのなんか肌の黒い外国人ですね、それでですね、私ツイッターでですね、あなたが嫌われるのは肌の色のせいじゃないからってツイートしてきましたから、関係ありませんから、肌が黒いとか、全然関係ありませんから、全然肌の色が黒かろうとですね、どんどん椅子に座ってくださいって感じですよ。関係ありませんか、肌の色があって。ただですね、あなたの性格が悪いってだけです。悪口言うなんて失礼ですからね、店員さんが。いけませんから。モラルを疑われますよ。あなたは代表なんですからね、海外のって感じ。海外から来た方はですね、自分は母国の代表だと思ってですね、働いた方がいいですよ。私は少なくともそう思ってですね、カナダとかにあのアメリカとかですね、マレーシア、シンガポールとか行きましたよ。さて、もう着いたみたいです。あの車が通り過ぎたら右に曲がろうと思います。はい。多分駐車場に着きます。小金井公園です。ああ、結構いい。あの私の恋人公園好きみたいなんですよ。ピクニックしたいねってよくおっしゃってるんでね。ピクニックしたいですね、恋人と。川崎平右衛門ってのやってんのかな、わかんないですけど、なんか広告がありましたね。まああれです、とにかく駐車場、あ、満車じゃない、 P 第一、駐車券をお取りください。 Yes ってことで
はい。あ、何これ駐車場、これこの近くも駐車場、いいねいいねいいね。じゃあお言葉に甘えて、よし、はい、着きました。小金井公園に着きました。で、あの小金井公園のですね、江戸東京建物園とかですね、もし機会があったらサイクリングとかしてみたいと思います。私の愛せる恋人と、デートするために試していきたいと思います。恋人愛してるよってことで、下道していきたいと思います。まず江戸東京建物園で、ね、食事したいなと思います。それであの帰り道の時です、ね、またカードライブセミナーということでお話しますので、あの江戸東京建物園のですね、レビューなどもお話ししますので、ぜひあのつもりですので、ぜひあの見ていただきたいなと思います。では、エタイロップクナイジこと江川滝でした。ありがとうございました。エタイロップクナイジこと江川滝でした。ありがとうございました。 Thank you very much for watching ってことで、ありがとうございました。 Thanks a lot。こんにちは、エタリア670こと江川武です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 。ってことで、これからですね、私自宅に帰ります。いやですね、今小金井公園に来てるんですけど、あの江戸東京建物園というところに行ってきました。素晴らしい、素晴らしい博物館でした。あれですね、素晴らしい建物がいっぱいあってですね、素晴らしい建物がいっぱいあったんですよ。素晴らしい建物をですね、見るとですね、あの、今度はですね、もう自販機とかが素晴らしい、ポールが素晴らしい、もう地面が素晴らしい、コンクリートが素晴らしいって感じでですね、もう何もかも素晴らしいって感じですよ。もう素晴らしいものっていっぱいお会いになりました、本当に。砲台にあったりとかですね、もう素晴らしい酒屋にあったりとかですね、あと、素晴らしいですね、素晴らしい、何ですかね、素晴らしいお家があったりとかですね、素晴らしい、古墳があったりとかですね、素晴らしいお墓が、素晴らしいお墓があったりとかですね、素晴らしい観音様のお墓があったりとか、お墓って言いますか、観音様を建てますっていうものがあったりとかですね、素晴らしい古墳があったりとかですね、あとですね、あと、皇太子様のですね、皇太子様の、あれですよ、跡地、家の跡地みたいなのがあってですね、以前ですね、皇太子様の家が燃やされたってことで、とんでもない、とんでもない、不貞野郎だってことですね、ほんと、とんでもないってことでですね、私もほんと、思いますね。とんでもない、とんでもないことだと思ってね。ほんと、あれです。人の家を燃やしちゃダメですってことで、ほんとに。はい。あれです。ほんと、あれです。今現在の皇太子様もですね、もう今あれです。今上天皇がそうそう退位なされるので、皇太子様がですね、天皇になりますので、はい。ぜひですね、いい天皇にですね、なっていただいてですね、国をですね、ぜひですね、私としてね、私は象徴天皇というのを知るのが好きなんで、ぜひですね、貴重な象徴天皇としてですね、君臨していただきたいなと思います。あれですよ、世の中は日本の歴史を見てください。象徴天皇というのはですね、非常に稀です。貴重です。ですから、皇太子様もですね、象徴天皇としてですね、偉大な天皇様になっていただきたいなと思いますね。ではですね、CD を変えたいと思います。CD を変えたいと思います。著作権フリーの恋愛ゲーム編ということで、恋愛ゲーム編ということで、これ初めて聞くんですけど、これをですね、今度、聞いてみたいと思います。ということで、はい。素晴らしかったですよ、本当に。もう、自販機が素晴らしい。自販機ってこんなに素晴らしいのかって思いますね、本当に。自販機、素晴らしいですね。もう、自販機の存在が素晴らしいって感じですよ、もう。あと、ポールが素晴らしい。あとですね、パワーストーンではない、普通の石が素晴らしい。もう普通の石にも生きてますし、パワーがあるんですけど、普通の石が素晴らしい。普通の石が素晴らしい。報われてほしいって感じです。もう石取り放題のところですね。本当は取りたいですけど、勝手に取ると違法になっちゃうんで、取らないですけど、もう石が素晴らしいって感じです。石素晴らしい。木の可変が素晴らしいって感じです。木の葉が素晴らしいって感じですよ、もう。素晴らしいですね。あと、お花も素晴らしい。桜も咲いててですね。桜素晴らしいって感じですね。はい。見てください。私の車、マーチ。素晴らしいです。日産素晴らしいって感じです。私、日産サンビーって感じです。カルドスポンサーありがとうございますってことです。はい。素晴らしい車ありがとうございます。私、日産のデザイン好きですね。カルドスポンサーのおかげですってことです。ありがとうございますってことで。はい。では、そうそう買いたいと思います。自宅に買いたいと思います。私の実家です。私の、父と母の家です。まあ、あれです。今日は、江戸東京建物園というところに行ってきました。素晴らしいところです。江戸東京建物園。裏はマスコット、江戸丸って書いてありますけど、素晴らしいですね。はい。
小金井市、桜町、3-7-1、都立小金井公園内、都立なんですね。ああ、素晴らしい。通り素晴らしい。見てください。こういうのがあるんですよ、こういうのが。見てください。素晴らしいですね。あんまり見せたら著作権違反になっちゃいますか。ちょっと見ちゃうんです。これ、見てください。見てください。素晴らしいでしょ。こういう建物がいっぱいあるんですよ。見てください。素晴らしいってことで。はい。いやー、素晴らしいですね。あれですよ。まずですね、江戸東京建物園のですね、建物も素晴らしいですね。あまりに自販機が素晴らしくてですね、私そこの自販機で買えなかったんですけど、駐車場の自販機で買いました。まあ、売れた方がですね、自販機で飲み物を売ってる、自販機ドリンク補充のお兄さんとかもですね、喜んでもらえると思ったので、はい、純粋ぶどうです。小祝の純粋ぶどうです。小祝はですね、牛乳が有名ですけど、純粋ぶどうということで、はい。小祝の牛乳って美味しいですよ。素晴らしいです。私もですね、昔ですね、家の近くにあった角屋さんというですね、パン屋さんがあるんですけど、角にあって角屋って言うんですけど、ね、今残念ながら閉店してしまったんですけど、そこのお店にですね、小祝牛乳が置いてあってですね、よく飲みました。あと精神病院でもですね、小祝農業牛乳がですね、いちご牛乳とか、コーヒー牛乳とかですね、ヨーグルトとかですね、売っててですね、よく飲みました。ということで、では、ちょっと、では、音楽を聴きたいなと思います。すいません、あれですね、はい。あれ ?CD 入れたんじゃなかったっけ。あれこれ聞けないのかな、もしかして。これ動画かディスク ?CD ロム、これ CD ロムですね。CD ロムで聞けないですね。これ予想外です。これ CD ロムですね。これ CD ロムですね。これパソコン用ですね。パソコンで何か使いましょう。じゃあ、あれです。違う曲にしましょう。あれです。残念ながらですね。同時音楽誌、残念ながらじゃわかりませんか。最高の迫力のスーパーバトルサウンドって、帰りはバトルサウンドになっちゃいますけど。まあ、あれです。世界平和のために、非暴力で戦うということで。世界貢献のために、世界貢献バトルをするってことで。バトル出ますからですね。非暴力な情報戦ということで、したいと思います。セミナー動画を撮りたいと思います。それでは。自宅に帰りたいと思います。素晴らしい、小金井公園、素晴らしいですね。素晴らしいところでした。恋人ともですね、ちょっとメール来てですね、恋人から一通メール来てですね、すごく嬉しかったんですけど、そんな感じでちょっとそのいろいろお話ししたいと思うの帰り道にですね、はい、メニュー自宅へ帰りたいと思います、はい。バトル音楽なんですけど、別にバトルする気ないですけど、せっかくなんでね、バトル音楽を帰りはかけたいと思います。世界の幸せのために戦うって感じです。人を殺したりとかはしませんよ。殺さない戦いです。暴力を怪我させない、怪我しない戦いです。成長する、改善する、心が進化する、心が良くなる戦いです。一般優先ということで、はい、私は一般人です。一般人も世界のために行動するんですと。いや、あれですね、小金井公園にあるですね、ちょっと売店があるんですけどね、そこの、